い、こんにちは。今日はこちらのユニクロファンクショナルバックパックを1ヶ月使ってみたので、そのレビューをお話ししたいと思います。まあ、よかったらレビュー動画撮ろうかなと思っていたので、結果良かったですというお話です。今ちょうどですね、帰ってきたところなので中身も入ってまして、どうだろう、容量的には3分の1くらいだと思いますが、まず見た目はこんな感じ。身長150センチの私が背負うとこんな感じです。本当になので、お子さんでも小柄な女性でも男性でもみんな使えるバッグだと思います。でカラーがこの黒とグレーがありました。私買った時から1ヶ月半ぐらい経って、この間ユニクロ行ったんですけど、その時もたくさん陳列していたので、まあリニューアルもして推してる商品なのかなと思います。なんかあの無印の肩の負担が軽くなるリュックぐらい定番化するんじゃないかなというか、してほしいなと思いながらお話ししております。で容量は23リットル。なんかユニクロでリュック買おうって思う方は、もしかしたらその無印の肩の負担を軽くするリュックと比較したくなるかなと思うんですけど、私だけか。無印はですね、容量が20リットルでした。でお値段が3990円なので、まあ、こちらの方が少し割高にはなるかと思うんですけど、私が一番気に入ってるポイントは見た目です。いや、リュックは機能性でしょって思うかもしれないけど、見た目で買いました。リュック必須品として、あの万能に使えるリュックってすごく欲しい、まあ、それこそ機能なんですけど、逆にマルチに使えるリュックってこうデザインの面で選ぶと難しいんですよね。やっぱり機能面を選ぶとかなりカジュアルだったりアウトドア寄りになるし、おしゃれに綺麗に着たいなって思ったら、まあレザーだったりあまり汚したくないリュックになってくるので、なんか本当に一言で言うとバランスのいい万人受けするリュックだなと思います。で私あの黒のリュックが定番で安定の好みなんですけど、なんかどうしてもね、こう小学生みたいになっちゃうというか、しょわれてしまう、かなりそういう印象があったんですけど、これはポリエステル 100% ですが、チープな感じが全然しないんです。デザインもシンプルだからこそ、いい意味でユニクロだぜっていう感じもなくていいかなと思っています。はい、ちょっと中身出してみますか。あ、空っぽにした状態で重さ測りたいと思います。重さはね、そんな特段軽くはないんですよ。ただ私あの今日念願のサングラスを買い替えれまして、ずっと買えなきゃと思って、もうボロボロの使ってたんですけど、サングラスを買い替えたらあの QOL が爆上がりしたんです、それだけで。でなんでかっていうと、ずっと探しててやっといいなって思うのに出会えたので買えたっていう喜びもあるんですけど、毎日着用するもので可愛さはもちろんのこと、こうねもうずれてたりあの歪んでたりしたんですよ。でその度にこう直すストレスだったり、ここ鼻のここにすごく汗かいちゃうだったり、あとはあのもっと濃いのが良かったんですね、眩しすぎるからバイク運転する時とか。でそういう日頃のプチストレスが積み重なっていたんだなっていうのを、新しくこういいものをつけた時に感じたんですね。だからより軽いものとかの方が私は好きだけど、どれだけフィットするかっていうのが一番軽さも感じるし、ストレスがないってことにつながるんだなと思いました。なので最近私あの早く出せ早く出せって感じですけど、あの軽量化沼にハマっているので、いろんなものグラム測ったり UL のものとか、より軽いものを探すのが大好きで、まあ、趣味になってるんですけど、本当にね軽い荷物の時は軽いバッグもちろんいいんですけど、ある程度重さがある時は本当に 40g のナップサックなんか背負った日には大事故につながるんですね。やっぱりフィットしてないからだと思うんですよ。なのでそれもあって、そういうかなり軽量化されたバッグとあの重量感のあるリュックの、これは中間だと思うので、そういった意味でもデイリー使いもできるし、誰にでも使いやすいバッグだなと思いました。はい、そして収納なんですが、
大きなファスナーが1個、この中にパソコンスリーブが1個、両サイドに1つずつと、ここの後ろの部分に1、2と計6個ですね、収納スペースがあります。私はこの横のポケットは絶対的に欲しいタイプなので、2つあってよかったなと思ってます。まずこっちに日傘を入れました。でね、これ今日みたいな荷物の日はいいんですけど、この前旅行に行った時にね、これで行って結構パンパンだったんです、着替えとかあって。その時にここのサイドのポケットにペットボトルを入れたんですよ、飲みかけの。でもそれをこう背負いながら出すのは不可能でした。伸縮性はないんです、ここなので。普通の荷物の時はいいけど、中身がかなりパンパンだと出し入れがしやすいかって言われるとそんなことはない。その分見た目がすっきりしているので、普通に使う分には問題ないです。で、こっちにはお水を入れていきました。そしてメイン収納ガバ、ちょっとお買い物したものを入れていたり、ガジェットのポーチを入れていたり、ここにパソコンスリーブがついてるので、ここにパソコンを入れてます。ここ15インチまで入るみたいです。私はね、ここを一番よく使います、ここのポケット。これ2段になってるので、上の方に重たいものを入れるようにしています。その方が全体的に軽く感じるらしいので、ここをよく使ってます。あと、まあこうやってね、こうやってやった時もここが取り出しやすいので、ここに入れてますが、携帯とエアポッツ、あとまあポーチ類ですね。で、ここは上下ともに中にポケットが2つついてます。で、これちょっと今鍵取っちゃったんですけど、これパチッとなる鍵がついてるので、旅行行くときはここに家の鍵しまっておきました。で、これがですね、今パソコンだけ入ってる状態で、中身は全然ないんですけど、見た目がね、ペッションコにならないんですよ。ほら、くしゃってならないから、綺麗な形のままキープしてくれるのもおすすめポイントです。あ、嘘だ、下に入ってる下に入ってるんですけど、下はあまり使わないものを入れてます。これ今日もね、暑かったので、まだまだクールの方で活躍してます。ネッククーラー、お店に入った時とかはここにしまってますぐらいかな。で、ここがですね、いいよ、今ちょっと自然となっちゃったんですけど、この上のファスナーとこのメインのファスナーはもう本当に力いらない、片手で開けられます。これがね、地味にいい。お店でいろんなリュックとか触ってみたんですけど、割とお値段の安いものってギッギッギッってなったり、両手で押さえながらやらないと開けられないものが多い中、これはね、すっごい開閉が楽です。で、ここですよ。ここはこう上に生地がかぶさってるんですね。こっちは止水ファスナーに変わったので使いやすいようにオープンなんですけど、まあ、コストの問題なのか、下は止水ファスナーには変えておらず、その分と言っていいのか、屋根がついてるのでちょっと取り出しにくい、ちょっと手こずります。で、全体的に撥水加工かな、されてるみたいなので、ちょっと濡れても大丈夫です。そしてこの横から見た時に少し斜めになっているの分かりますか？これも考えられてるみたいで、まあ、こうやって前に背負った時にガバーッとガバーッと開けやすいっていうような作りになっているようです。確かにかなり使いやすかったです。そう、そしてこれ、ここに分かりますか、輪っかがねついてるんですよ、ここ。で、ここにカラビナつけるって思ったんですけど、まあもちろん何か引っ掛けてもいいけど、こう持ってファスナーをペシメシやすい用の輪っかだそうです。細かな配慮ですよね。そして多分あんまり使う方は少ないんじゃないかなと思っていますが、一応ここにチェストストラップかな
もあります。ここスッとやれば取り外しできるようになっているので、私は日常は取り外してます。まあ、バイクで長距離とかちょっとアウトドア向けに使う時があったらつけようかなと思って後ろのポケットに入れてます。あとはこの時期嬉しいメッシュ、ここもだし、背中と腰の部分もよく見るとボコボコしているので、背負った時に風が通るようなボコボコになっています。ちなみにキャリーケース通せるような仕組みにはなっておりません。で、私無印のリュック長年使っていて、他のものに移行した時の理由がですね、こう歩いていて腕がここに擦れて痛かったんですよね。まあもちろんその体格とも相性だとは思うんですけど、それが結構リュック選びにはポイントにそれ以降なっていたんですけど、これは個人的には大丈夫っていうかね、滑らない。裏のしっかりしたメッシュもあってか、これは滑りません。で、擦れなかったので、私はその点クリアしててよかったなと思います。ということで、順番側はバラバラになってしまったんですけど、結果は私は買ってよかったという評価です。で、ユニクロのレビューのところ見ても皆さんいい印象を抱いていたので、私以外の意見知りたいなって方はそちらも参考にしてみてください。あ、重さ測るの忘れてました。空っぽにしました。せーの、ポン、 0.74、 740g、 そこそこありますね。これが安定感というのでしょうか。無印のには 460g と書いてあったので、まあ倍とまではいかないけど 1.5 倍ぐらいの重さは確かに感じます。あれ軽かったなって思うけど、でもね、重さは感じないです。軽量好きの私が言うから間違いない。今日これにこれだけの荷物入れてバイク運転してたんですけど、全然肩は凝れなかったです。ただ旅行行った時めっちゃいろいろ入れて 5.8 キロぐらいだったんですよ、総重量。その時はさすがに痛かったです。あれはちょっとカバン間違えたかなと思ったんですけど、普段使いなら全然大丈夫です。さあ、まあここまで褒め倒してきましたけど、ここがめっちゃいいっていうより、本当にバランスが整ってるリュックだなと思って、ストレスポイントを探すのが難しいなという印象です。が、改良してくれるならここを改良してほしいなという点がいくつかあったので、まあ、デメリットとしてお話ししたいと思います。これもね、需要があるか分かりませんが、まず一つ目、私はここに D 缶みたいな丸いリングが欲しいんです。それがなかったのが一つマイナス。何でもカラビナにつけたかったりするので、ここにあるともっとこうよく歩く時とかすごく便利だなと思う点なんですが、まあ、シンプルを追求した結果なんだろうなとも思います。で、もう一つ、これは多分皆様思うと思うんですけど、この辺に取り出しやすいポケット1個求むです。こうやって片方だけ下ろしてファスナー開けて取り出したいことも多いと思うんですけど、そうなるとこの横ポケットしかアクセスできないんですよ。まあここにあってもね、正直取りにくいリュックが多いので、その点も省いたのかななんて思ったりもします。あまり神経質にならなければここに、まあ、私はね全然入れちゃうんですよ。結構深いから落ちる心配はないですね。うん、まあここがあるからそんなにめちゃくちゃマイナスポイントではないけど、なんかちょっとファスナーがあれば落としたくないものとかは入れられるかなと思うので、それ希望する人は多いんじゃないかなと思ったりします。でも本当にそのくらい。じゃあ逆に私が一番気に入っているポイントはファスナーかな。意外とファスナー、このストレスフリーな開け心地、あとこの持ち手ですね、これが主張しすぎず
でも短すぎて持ちにくさっていうのもなく、ちょうどいいですよね。オールブラックにしてくれてる金具も全部、この辺がなんかそれこそ誰にでも嫌われないポイントだなと思ったりします。ファスナー、そして2番目はデザインですね。本当にリュックもピンキリじゃないですか。で、私某メーカーの安いリュックを買ったことがあるんですけど、それがねすぐ壊れちゃったことがあったので、タフに使いたいなと思ったら安い方だと思っております。はい。あ、ちなみに裏、中の裏地はまあ、ちょっとグレーっぽいです。真っ黒ではないですけど、やっぱり底の方は光に当たらないと暗いので、ガサゴソしないと何が入ってるかはわからない感じにはなってます。まあ、そんな感じですね。これ海にも持って行ったし、結構下に置いたりしちゃったんですけど、今のところ全然綺麗に使えてます。ちょっと濡らした何かで拭けば簡単な汚れなら落ちるかなといった感じです。あ、そうそう、あとね、自立します。大事なこと言うの忘れてました。これがポイント、これはポイントです。今だって何も入ってない、携帯入れちゃったけど何も入ってないのに自立します。これはお家でも出先でも大事、私自立大好きなので、これも推しポイントです。はい。なんか本当にこれがめっちゃいいから紹介しようって思ってなかったんですよ。だから一本の動画にするのはどうかなって思いながら、パッキング動画とかで交えてたんですけど、いろんなリュックをねお店で触った時に、あ、これこれが気になるなっていうのがいろいろあったんですよ。でハッとして、あれ、そういえばユニクロバッグで不満を覚えたことがないなと思ったので、ってことはいいってことかと思って、手の出しやすいお値段ですし、気になってる方も多いかなと思ったので、気になってる方に届けばいいなと思ってご紹介してみました。私は4泊5日までこれで行きましたが、本当に1泊2泊ぐらいだったら大きなものがなければ余裕で行ける容量だと思います。学校にもオフィスにも、そうそう、グレーはね特になんかスーツとか綺麗な格好にも合いそうな気がするので、皆さん気になる方見てみてください。それでは今日も最後までご視聴ありがとうございました。